今回の雑学はこちら。ペットが大怪我した時に輸血はどうするのかと。ペットも怪我して出血すれば当然輸血が必要になります。その場合どうするのかと。大体の動物病院では急な場合に備えて輸血専用の輸血犬と輸血犬と輸血猫を飼っているんですね。怪我をしたペットが担ぎ込まれると獣医はまず怪我をしたペットの血液と輸血用血液を一緒にして遠心分離機にかける。双方の血液がドロドロに固まったら輸血は断念、固まらなければ輸血すると。もちろんペットにも血液型があるのでペットの血液型をちゃんと調べて輸血しないといけないということです。